アニメリコ。信じられないかい？貴様！クライブ！甘いぞ！反応が遅くなったか、高野。調子に乗るなよ、クライブ。これで分かってもらえたかな。認めてやる。お前が本物のクライブだとな。僕の情報から逃れられるはずがない。とか言われちゃ、体で語り合うしかないさ。なあ。だとすれば、海で君らが体験したことも信じざるを得ないな。それに、プレオデス、まさか。すべて事実なんだ。クライブ、お前は事情を知っているようだが。いや、実際のところ詳しくは知らないんだよね。知らないのかよ。協力を頼まれたんだ、エリシアから。エリシアから？エリシア？アサヒとサツキも見ただろ、エーギルから奪った赤い石の映像で。彼女がエリシアさ。俺と彼女はみんなの力を高めるため影から見守っていた。ねえハルト、なんでエリシアを知ってるのよ。のよ。何回か話したことがあるだけだよ。なんで黙ってたのよ。のよ。急に現れて急に消えるし、どう話せばいいのかわからなくて。それでどんな話をしたんだ。ああ、これこそ信じてもらえそうもない話なんだけど。別の世界に？俺がシモンに刺された時、アサヒが無意識にプロフェアータを発動したとエリシアは言ってた。私が？何にせよエリシアと直接会って話さないことには完全に信じることはできんな。俺が嘘言ってるっていうのか？それが夢じゃない証拠がどこにある。証拠なんかあるわけねえだろうが。もうやめなさいよ二人とも。いやほんとみんな変わらないな。だが一番大事なのは朝日が実際に狙われてるってことだろ。確かにそれは事実だが、どうして私に未来を選ぶ力があるなんて。そんなこと自分じゃ全然わかんないし。朝日、グノーシスは朝日の覚醒を狙っている。そしてそれを阻止するためにはスバルのメンバー全員が覚醒する必要があるってエリシアは言ってた。私たちの覚醒？どういう意味だ。人の脳の持つ潜在能力には未だ知られざる力がある。ユニオンはセンスを現実世界で発現させるためのトレーニング場、いや実験場として構築されたシステムだ。まさかスバル全員の。あ、ねえ貴教。お、この間のぞみが戻ってきたって言ってたわよね。ああ。本当？じゃあのぞみに会えるんだね。ログインしてくれればな。住所はメールしておく。ハルトとサツキで行ってみてくれ。なんで俺たちだけなんだよ、一緒に行けばいいだろう。僕は忙しい。それにのぞみは僕を怖がっていたからな。は？内気な彼女のことだ。僕がいたらログインするのを躊躇してしまうかもしれない。いつも僕と話すとき明らかに緊張していたし。はあ、考えすぎだろ。やれやれ心配性だね。客観的な見方だ。うちの男どもはどうして揃いも揃ってこう鈍感なのよ。本当にね。この辺りだと思うけど。ここだ。もしかしてハルト君とサツキちゃん？のぞみ？やっぱり。ああ懐かしい。いや。モデル？そう、雑誌の読者モデル。へえ。のぞみ変わったな。
転校してまた一人になっちゃった時、みんなのことを思い出して、あんな風に元気になろう、内気な自分じゃダメだって決意したの。ファッションに気を使ったり髪型変えたり、一生懸命頑張ってたら自然に友達もできて、自分から殻を破ろうって。殻を？でもよくうちの住所分かったね。貴則が調べてくれたんだ。あ、貴則くんが？実はのぞみにお願いがあるんだ。私に？リユニオン？ユニオンのリニューアル版よ。結構話題にもなってるわ。知らなかった。クライブとも会えたのよ。クライブくん、懐かしい。あの頃はあまり話せなかったな。そっか、リユニオンかね。また昔みたいにみんなで一緒に。ごめんね。私今ゲームやらないから。とりあえず入ってくれるだけでもいいんだ。私ね、あれ以来ゲームから距離を置いてるの。のぞみ、朝日が今もリユニオンで生きてるのよ。さつきちゃん、冗談でもそういうのよくないよ。のぞみが信じられないのはよくわかる。でも一度ログインしてほしい。頼む。ハルト君。じゃあまたね。うん、連絡するわ。次は貴則君とも会いたいな。わかった、必ず連れてくれ。今日は会えただけでも収穫ってことにするか。でも、のぞみが友達と約束ってちょっと意外な感じだな。へえ、これが今ののぞみか。確かにだいぶイメージが違うな。ああ、いいな。ますます会ってみたいな。俺の ID が生きてたんだから、のぞみだってログインできるはずだけど、本人にその気が全然。でもね、6年前からずっと変わってないところもあったわよ。え、俺は気づかなかったけど。アルトは気づかないでしょうね。なんだよそれ。とにかく次は貴則も一緒に行ってもらうからね。あ、しかし。お願い貴則、またのぞみに会えるなら、スバルが集まるなら、どんなことでもしてみようよ。まあ検討はするが。イベントのお知らせ？なんだろう。スイートダンスパーティー？プロムみたいなものだな。外国の映画で見たことある。男子が女子にパートナーをお願いするんだよね。神の祝福する夜にクオンの愛が育まれる。だって、クオンの愛？永遠の愛みたいなものよ。永遠の？ほう、いろんなイベントがあるもんだな。さつき。ごめんね急に。すぐ集合時間だしな。30分くらい早くても変わんねえよ。で、話って？あ、もしかしてのぞみのことか？え？そう、次にいつ会えるかメールしたんだけど。それでどうだった？まだ返信がなくて。そうか、やっぱり難しいのかな。ハルト。ん？明日のダンスパーティーなんだけど。ダンスパーティー？誘って。え？一緒にダンスパーティーに行こうって誘ってほしいの。え、
お前、いきなり何？冗談なんて言ったら怒るから！私、本気だから！神の祝福する夜に、クオンの愛が育まれる。私、小学校の頃から、気づいてなかったと思うけど、高校生になって、学校が違っちゃって。あなたの家に行くの、勇気を出したんだからね。返事、明日でいいから。私、小学校の頃から。高典。その花。僕が自宅で育てているものだ。花が咲いたら備えてる。朝日は桃色のガーベラが好きだったからな。前に来た時も。ああ。お前が墓荒らしをした日だな。見てたのか？見たくて見たわけじゃない。僕は朝日をダンスパーティーに誘う。許可を取っているつもりはない。だが、お前には言わなければならない。僕の誇りにかけて。好きにすればいいだろう。僕は、お前のその態度が気に入らないんだ。何言ってるかわかんねえよ。わからないなら僕の世界から消えろ！何しやがる！朝日を守るのはやはり僕だ！お前ふざけるなよ！僕は6年間ずっと朝日を思ってきた。怠惰に過ごしてきただけのお前とは違う！好き勝手言ってんじゃねえぞ！朝日は僕がそばにいるべきなんだ！決してお前じゃない！お前は僕に勝てない。リユニオンでも現実でも。なのに、なぜだ！何が言ってんだ。なぜ朝日はお前の元に現れた。6年前、なぜ朝日はお前をかばったんだ。俺が死んでればよかったって言いてえのかよ。今になってみればな。そうすれば全てはうまく回ったはずだ。確かにそうかもしれねえ。だがな、それを認めるわけにはいかねえんだよ。僕は朝日が好きだ。小学校の頃、彼女の笑顔に何度も救われた。彼女が再び現れたと知った時、今度は僕が彼女を救う番だと思った。自分を犠牲にしてでも彼女の笑顔を守り抜く。お前、何も分かってねえよ。何が分かってないと言うんだ。僕は笑顔を守り抜く。朝日がいつもただ明るく振る舞ってるとでも思ってんのか。親に会いたい、帰りたいって人知れず涙流して、それでも俺たちを信じて、だから無理してでも笑顔でいられるんだ。そんな今のあいつが唯一持てる希望がスバルが集うことだ。星が一つでも欠けたらダメなんだよ。自分を犠牲になんて思うこと自体、朝日にとっちゃ間違いだ。あいつが好きだって言うんなら、嫌いな俺ごと飲み込むくらいの度量持ちやがれ、このボンクラ野郎。言わせておけば、俺だって朝日が好きなんだよ。だからお前には負けらんねえんだ。ついに認めたな。やめだ。は？僕はお前の本音を引き出したかっただけだ。そうかよ。ハルト。なんだよ。最後の一撃だけは認めてやる。一応褒め言葉として受け取っておくよ。この指輪にかけてみんなずっと一緒だよ。ハルトのことを言えないな。
君のお母さんに頼み込んでもらった形見だけど、僕にはもう必要ない。今の君に会いに行くから。さつき、悪い、待たせた。俺さ、それ以上言わなくてもいいわ。ごめん。決めたんでしょ。だったら早く行きなさいよ。早く行って。ああ、本当にごめん。あんまりしつこいと怒るわよ。振られたな。何しに来たのよ。朝日のところに行ってるかと思ったわ。それは天然なのか嫌味なのか。鷹則とは踊れないとはっきり言われた。その割には悔しくなさそうね。あなたのことだからもっと取り乱すかと思ったのに。少し現実が見えただけだ。僕はもっと広い視野を持つ必要があるため、振られるのも当然の帰結だ。私たち成長してないわね。ああ、昔と同じだ。一人でいるのも尺だろ。いいわ、永遠の愛は願い下げだけどね。もう少し言い方というものがあるだろう。朝日、うん、俺と踊ってくれないか。私でいいの？お前じゃなきゃダメなんだ。うん、真ん中で踊ろう。絶対に楽しいよ。今日はとことん付き合うぞ。よりも会いたがってたわ。帰ってこぜ。草か。みこどくん、なんで一人で掃除してるんだ。みんな用事があるって。みんな、いつものことだから。君は一人で掃除がしたいのか。気にするな。でも僕が掃除当番の時にサボった奴らに代わりにやってもらう。ごめんなさい。違う、こういう時はありがとうだ。僕に謝る必要なんかない。ありがとう。高典、忘れ物取りに来てなんで掃除なんかしてんだよ。あれ、草加さん一人なの？他の人は？サボりだ。あの、ひどいよそんなの。先生に言わなきゃ。じゃ、俺たちも付き合うか。そうね。ねえ、終わったら一緒に遊ぼうよ。ほら、急いでやるぞ。後から来てリーダーぶるな。誰がだよ。ほらそこ、喧嘩してもいいから手は休めない。早く終わらせちゃおう。ごめん。かっこつけてない。だいたいお前が遅いのがいけないんだ。そんなことはない。ありがとう。だったらどっちが早く片付けられるか勝負だ。みんなここにいるのかな。やっぱりさつきちゃんに連絡してから来れば。
ノリ君。サツキちゃん、どうして。私、バカだ。やっぱり来なければよかった。ここどこ。ようこそ、日下のぞみ。グノーシスはお前を歓迎するぜ。全然気にしないで。言いたいことはわかるから。第10話、消えた少女。スバルにはもう一人いるのよね、ボンクラが。